寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して、秘密のドアを抜けてきて、 Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山尾と申します。ウイコレ実況を始めていきたいと思います。ということで、本日はこれ、ね、一回こう確保しといての、本日こちらでございます。ブラジル、イングランド、ノルウェー代表ピックアップ11連ガチャの続きをやっていきたいと思います。前回の動画でね、1回目で金旗出たけど、残念ながらね、セレクトではなく、ここにいるんじゃない、このライスが当たるということで、センスはね、いいのがついたんで、まあまあいいでしょうと。ただ確定枠は赤旗で残念だったというね、結果に終わりました。今日は続き3回目、4回目を引いていきたいと思います。狙いはですね、まあ、このハーランド欲しいっすね。なんか強そうな気がするんだよなスキルが軽いんじゃないかっていうね、なんかわかんないけど、こういうポットでの人を強くするみたいなのあると思うんだよな。初登場で強くしとくみたいな。もう人物的にはね、ポテンシャルえげつないんで、リアルでも強く設定してるような気がしなくもない。まあ、それからネイマールはもう個人的に好きな選手なんで、まあ、欲しいっていうのはありますね。更新したいっていうのもあるし、マルキーニョスも強そう、ケインも欲しい。みんなどれが来ても嬉しいですね、セレクトは。まあ、それからここにはいないけど、カイル・ウォーカーを個人的には欲しがってます。ということで、やっていきたいと思います。次3回目はね、初回なんで、ブラジル代表の星4以上、ノルウェー、イングランド確定の、さらに星5出現率は 30% ということで、まあね、ここの奇数がいつもね、引けないことが多いんですけど、星5、今回はね、いけそうな気がする。1回目の流れで、来い !3 回目、行かせていただきます。金旗、お願いします。ああすごい、金しか流れないじゃん、 30% なんで。いきましょう。おっそうなんだよな、いつもな。そう、これが普通なんだよな、いつも。はいはいはい。まあ、またマーレン出た。マーレン、イングスとか、イングスはちょっと取っといてもいいのかな。はい、ノルウェー代表。アヘンダーソンね、結構出たな。イベントでね、この辺のは使えると思うんで、まあ、取っとくけれども、ちょっと悲しい結果に終わっちゃいましたね。ウィングスじゃねえ、ミングスだし。はい、ということで残念ながら金旗出ず、マーレーンだけ混ぜとこうか。マーレンだけ混ぜていて、この中でもね、いずれこう優秀な星5選手になってくれたりね、亜種のセレクトもしとかが出てくると僕は信じて疑わないですけど、出てきてほしいね。それぐらい、おいいね、珍しい。もうね、とりあえずこういう時はね、金センスがついてくからね、安泰なんで、とりあえずつけていけば問題ない。おお一番いらんやつだけど、まあいいや。はい、銀ね。とっくにね、上限は超えてるんですね。サカもいる。コナー・コーディ。はい、ジェームズもいるし、コナー・コーディ2人いると。まあ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 。まあいいっすかね。オッケーですと。ペドリもいるからね。ペドリくん、控えております。さあ、ということで、次は4回目ですね。ここはピックアップが確定でございます。確定いきますか。さあ、それでは行きたいと思います。ピックアップ、ブラジル、イングランド、ノルウェー代表。確定枠の4回目。お願い。あ行く手を阻まれましたね。まだダメですって言われた。ダメです、引けません。とりあえずこのイングランドと、まあ、特攻になりそうなやつ、みんな一応
応どけてるんだけど、ちょっと枠的に厳しくなってきてるな。混ぜれるやつはもうどんどん混ぜてきますか。ヘンダーソン、どうしよう。スプリーモのヘンダーソンいるんだけど、どうせ使わないから、なんかもうこっちに混ぜちゃってもいい気はするけどな。どうなんすかね。俺には判断しかねるな。まあ、いいか。一旦保留するか。さすがに一旦保留しまして、コーディを混ぜちゃいますけど。まあ、コーディはちょっと先があんま長くないかな。こういう時に限ってめちゃめちゃいいセンスつくみたいな、ウイコレあるあるっすよね。ああ、ついちゃうよ、これ。銀とだってテクニックと金でしょ。3分の2で当たりだもん、これ。どうだ？ああ、いやー、つけたい選手いっぱいいる。なんか、そういうやつないかな。なんかその、1年に1回でいいから、その他キャラのついてるやつ1個他のね、キャラに。付与できるみたいな、まあ、ないか。そんなんあったらね、みんなそんな課金しなくなっちゃうからね。そんなシステム運営が用意するわけがないということっすよね。サカって2枚いるんだ。ナショナルでもな取っといてあるから、どっちかっていうとナショナルが欲しいって話をこの前しましたね。ということでいきますか。改めまして4回目でございます。確定です。いきましょう。ピックアップお願いします。ふっ、うー、きつい。きついな今回。渋いな。はいはいはい。まあ、あー、結構見るよ君。渋いっすね。いや、どうだ。赤旗だけどミングスまた来る。あ、まだ来ない。こっからか。いやー、せめてカイルウォーカーが欲しいけど、行きましょうか。さあ、確定枠。ピックアップ確定枠。グー、惜しい。惜しい。イングランドのギャラガーじゃないんだけど。まあ、でもな、将来有望か、ギャラガーは。その時にライジングシュートにターンドリブルってね。いやー、厳しいね。なかなか厳しいよ。当てさせてくれないっすね、なかなか。そうか。まあ、こんなもんか。いやー、もう、いやー、でも欲しいんだよな。ウォーカーも欲しいし。まあ、でも常設になるんですけどね。ここでどこまで深追いするかって感じだけど。いや、でもまだ追いたいところあるな。いや、次で最後かな。なんか今日、センスの月よ。こんな星さんと星さん混ぜてこんなに最後までいいことないよ。センスの月がいいな。ああ。いやー。はい、ということで残念ながら確定枠も、残念ながらね、赤旗でございました。確率的にはね、一応星4、こちら104でしょ。だ、まあでも 25% なんだよね。4分の1なんで、まあ、低いんですよね、銀旗率はね。まあ、それを考えると、まあ悪くはないのかもしれませんが、ということでね、今回の動画はいかがだったでしょうか。皆さん、もしね、セレクト引けてる人はコメント欄にて教えてください。次回でラストかな、このピックアップは。なんかあんまりな、深追いするとやけどしそうなんでね。ということで、今回動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。